カルデラ株チャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。さあ今日はですね、酵母エキスについてね、お話をしたいと思っております。どうでしょうか。酵母エキス聞いたことないなっていう方もね、多いかもしれません。酵母エキスっていうか、なんかこの言葉の響きだけ聞くとね、もうなんか健康食品ですかみたいなね、酵母ってなんか体にいいやつでしょって思うかもしれませんがね、真逆でございます。どちらかというと、これはぜひ避けてほしいといった種類のね、まあ、添加物ではない添加物、ちょっとややこしいかもしれませんが、今日分かりやすくぜひ知っておいていただきたいお話ね、していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ酵母エキスでございます。これちょうどね、この間のオンラインサロン、僕がやってるオンラインサロンの方でも、この酵母エキスのね、ことでちょっと盛り上がりましてですね、ちょっとこれ改めてちょっと動画作ろうかなということで、まとめました。これね、調べていただくと、まあ、いろんな情報出てくるんですけど、ちょっとね、とっつきづらいというか、わかりづらいようなところがありますのでね、今日はわかりやすくズバズバっとお話ししていきたいと思います。さあ酵母エキスでございます。何なのと、一体酵母エキスとは何なのというところを行きたいと思うんですけど、まず酵母ですね。酵母、これはまあ聞いたことあると思うんですよ。酵母、例えばパンを作るときとか、あるいはお酒ですね、アルコールを作るときなんていうのは、この酵母というまあ微生物ですね、この菌、まあ菌じゃないけども酵母ですね、まあ細菌とかカビとかいろんな種類がある中でも酵母っていうね、まあ微生物です。要は微生物がありまして、そういったまあパンを作るときとか、お酒を醸すときにまあ使われているものなんですね。だから酵母自体は全然悪いものではない、むしろ人間にとってはすごく役に立っているものが酵母になります。そしてこの酵母というまあ菌ですよね、菌。この菌からある処理をしまして、アミノ酸とか核酸といったですね、これ旨味物質なんですね。旨味物質、アミノ酸とか核酸って美味しいんですよ。要は出汁の成分ですね。例えば昆布はグルタミン酸というアミノ酸ですし、鰹節はイノシン酸ってこれ核酸ですね。こういったアミノ酸、核酸ってのは旨味、食べて美味しいっていう物質なんです。その菌のところからですね、菌からこういったアミノ酸だとか核酸っていう旨味だけをこう抽出、まあ、絞り出したものですね。菌を原料として、そこから旨味の物質を抽出したものが酵母エキスということになります。だから目的としてはですね、旨味を出すためのものなんですよ。酵母エキスはとにかく美味しい、うまい、簡単にもう酵母エキスを加えるだけで美味しくなるということで、いろんな加工食品に使われているといったものです。で、まずこの段階でですね、ちょっとある問題というかね、まあ、これもはっきりちょっと言い切れないところ、まあ、こんな話があります。ここはね、僕別にこれをすごい言いたいわけじゃないんです。ただこういった話もありますよっていうのをちょっと軽くご紹介しておくと、この酵母からね、旨味を取る、旨味を抽出するときに、いろんな、まあ、二つ方法があるらしいんですが、そこで一つね、塩酸を使うっていう方法があるんですよ。まあ、塩酸っていうともう、なんか小学校の理科の時間に使ったあの、溶けるやつですよね。やばいやつだみたいな。で、この塩酸を使うとね、まあ、酵母から、アミノ酸、核酸が、まあ、できるわけなんですよ。で、この時にね、副産物として、クロノプロパノールっていうものができるようで、で、どうやらこれが、その最終的な製品に、まあ、残留しているんじゃないかと。で、それが発がん性があるんじゃないのって言っている専門家の方もいます。ただ僕は、これがすごい危ないから、もう、酵母エキスは癌になるからやめましょうとか、そんな話をしたいわけじゃないんです。ただまあ、こう一応、情報として、まあ、こういう意見もありますよぐらいで、ここは捉えておいていただけたらいいかなというふうな僕の意見ですね。はい。で、もう一つね、ここでぜひ、もうこれも、なんだよって言いたくなるような名前なんですけど、ぜひね、この、酵母エキスとセットで覚えていただきたいものがございます。これ本当にスーパー行って、買い物するときに、もうだいぶね、このチャンネルをご覧の方も覚えていただいたと思うんですけど、手首のスナップ運動ですよね。原材料の裏側、ね、パッケージはわからない。そこにはなんか、すごいね、甘い言葉が並んでる。美味しそう、この商品良さそうって思うけれども、でも裏返してね、原材料欄見ればもう正体がバレるわけです。手首のスナップ運動してしっかり原材料を確認しましょう。いつもお伝えしておりますが、それを見るときにぜひこの2つの言葉を覚えていただきたい。1つが酵母エキスね、旨味を出すためのもの、そしてもう1つがタンパク下垂分解物なんです。こっちのはちょっと長いですよね。
タンパク下水分解物ってね、まあタンパクを下水分解したものっていうことなんですけど、これもね同じなんですよ。酵母エキスと結局旨味の塊なんですね。タンパク下水分解物っていうものも。で、このタンパク下水分解物、さっきの酵母エキスっていうのは酵母ですよね。酵母という菌を原材料としてアミノ酸とか核酸っていう旨味を取り出しました。だから原材料菌、できたもの旨味って感じですよね。で、このタンパク下水分解物っていうのは原料が何らかのタンパク質、何それ、何らかのって何っていうことなんですけどね。これまあタンパク質っていっぱいあるわけですよ。その植物性のタンパク質もあるいは動物性のタンパク質もあるんですけど、何のタンパク質が使われているかは分かりません。何らかしらの動物性なのか植物性なのか分からないけども、何かのタンパク質を分解してやっぱりね同じものができるんですね。旨味物質ができるんです。だから酵母エキスは酵母が原料でできたのが旨味ですけど、タンパク下水分解物は原料がタンパク質、何かは分からないけど何かのタンパク質、できたものは旨味だ。結局旨味なんです。酵母エキスもタンパク下水分解物も作るのは旨味、原材料が違うだけ。だからここはぜひセットで覚えていただきたいと思います。つまりですね、加工食品の裏側を見たときに酵母エキスとかタンパク下水分解物とかが入っていると、あ、この商品は自然じゃない旨味を足してるんですねと、ね、あなたは足し算の食品なんですねというところがわかるんです。なのでこの2つはぜひ覚えていただきたいと思います。間違ってもですね、酵母エキス？なんか酵母って健康に、エキスもなんかお肌に良さそうみたいな、酵母エキス入ってるラッキーじゃないんですよ。これは旨味を足してるだけ。ここはぜひね覚えていただきたいと思います。さあそれでですね、ここからなんです。さっきちょっと発がん性あるかもよみたいな話をしましたけど、それではなくて、僕がね何が問題だと思っているのか、ここからが本番でございます。問題点一体何なのか、これがすごいですよ。ここはぜひ聞いていただきたい、知ってほしい、一人でも多くの人に知ってほしい問題点、これからお話ししてみたいと思います。これね心臓止まんないでくださいね。もうびっくりしますよ。この今お話しした酵母エキスとタンパク下水分解物、なんと日本の法律では添加物扱いにならないんですよ。